まゆかの教えてあげる。週末はずっと天気悪いんだ。よし、今週は家で競馬の予想だ。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな要素を選んで世界に一つだけの予想ができるんです。今週は G3 新潟2歳ステークス、昨年はハープスターイスラボニータの決着、来年の春に向けて注目の一戦です。そしてこのレースは競走馬の着順評価を重要視してデータ予想してみます。今週はこの馬に決めた。本命は8枠17番ナビオンになりました。写真を見てみると他の2歳馬よりボリューム感があっていい雰囲気です。そして対抗は4枠8番ヒルノマレット、3番手は2枠4番ミュゼスルタン、4番手は4枠7番アブニールマルシェという予想結果になりました。ということでまゆかの新潟2歳ステークスの予想結果は本命8枠17番ナビオンになりました。同じ条件のデビュー戦で上がり32秒台を記録し快勝。2戦目の今回はタイムをどれだけ縮められるかが勝負になりそうです。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単、ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか。以上、まゆかの教えてあげるでした。